全て正常です。しかしデータ上ではそうではないようです。どこが？僕が予備学科にいた時、友達がよく言ってた。このゲームは血と汗の結晶だよ。惜しいところがあるとすれば、何人かの主要人物の運命があまりにも悲惨なことだ。開発者が何かトラウマを抱えているのではないかと思ってしまう。あ、いいところに来てくれた。ブローニャ隊長、僕がさっき言ったのはこいつの言葉なんだ。親友、まだ覚えているだろう？予備学科にいた時、ある奴が忘れがたいゲームを勧めてくれたこと。彼自身もそのゲームをクリアするために寮で昼夜を問わずプレイしてた。誰も連絡が取れなかったから、知らない人は彼が失踪したと思ったほどだったんだ。それに君は当時高く評価していたじゃないか。君はなんて言ったんだっけ？はっきり言うよ。そのゲームの開発者が誰か知ってるか？ブローニャ隊長なんだよ。 ET スタジオの有名なゲームクリエイターで本当にすごいんだ。ええ、 ET スタジオの傘下にあるリーズンスタジオで働いています。アラハトは私の初めての作品です。ちなみに役職はスタジオのプロデューサーだよ。残念ながらアラハトの市場での成績は期待したほどではありませんでした。そんなこと、僕はとても良かったと思う。いろんな原因があったのでしょう。魔剣新規シリーズがテレビゲームの領域に初めて挑戦したのがアラハトです。チームにとっても多くのことが初めての経験となりました。あの時はスタジオが設立されたばかりで人手が足りず、結局実現しなかったアイデアもたくさんありました。私は今でもとても残念に思っています。あなたたちが見たアラハトは初期に想定していた規模に届いていませんでした。ゲーム開発では当たり前のことでもありますが。初めての作品としてはかなりのクオリティだよ。僕はとてもすごいと思うけどな。界隈の人たちにはとても評価が高かったよ。現在のクオリティを実現できたのは、ベルトさんがプロジェクトの途中から参加し、原画デザインの仕事を一部担当してくれたからです。とにかくまだ成長の余地があるのは事実です。チームも様々なことを学べたので、少しずつ前進したいと思っています。え？ということはベルトさんはゲーム制作の方面にも才能があるってこと？否定はしませんが、あの時彼は主に睡眠時間を削っていました。それは確かに血と汗の結晶だね。つまり主役たちの運命が悲惨なのはゲーム自体が不完全だったから。ええ、結末はとても素晴らしいものです。ただ今でも物語が完結していないだけです。わかった。この道は観覧車までつながっているようです。はあ、任務中、しかもいつでも変わった構築物が湧いてくる場所で残念だよ。観覧車に乗って
フォースワンを俯瞰してみたかったな。ところで、あの観覧車がちゃんと回るのか気になるんだけど。街の半分が水没してますもんね。電力はちゃんとあるのかな。おや、ティミドちゃん、その口調はもしかしてがっかりしてる？まさか。いえいえ、決して頭の中でブローニャ隊長と一緒に観覧車に乗るなんて妄想していませんから。全部口に出してるよ。あ、違う、本当に違うんです。観覧車、昔みんなと一緒に乗りました。あ、みんな見て、隊長が珍しい表情をしてるよ。ライル、戦術報告以外の発言を禁止しましょうか。あ、隊長やめて、僕が悪かった。でも観覧車といったら僕にもいい思い出があるんだ。これは封じられた過去、僕が語ろうとしない悲しい出来事だけど、君たちがそんなに知りたいというのならゆっくり話すよ。いえ、誰も聞いていません。ある美しい女の子がいたんだ。僕たちは幼馴染で一緒に成長した。大人になった彼女は家を出た。ここ数年僕はずっと彼女を探していたが見つからなかった。一体どこにいるんだい、僕の最愛の人、エステラ。え、ライルさん、そんな悲しい過去があったなんて。うん、細かいことは気にしないで。それで観覧車と何の関係があるんです？隊長が気になるのはそこだったんですか。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。承知した。気づいたんですが、この観覧車、位置がおかしいですね。はい、まるで強引に崖に設置されたみたいで、最初からこういう風に作ったとは考えにくいです。構築体怪物の仕業ではないでしょうか。それって看護師のような怪物が人間の言葉を真似していたように、奴らは人間を真似して都市を作っているということですか。もし本当にそうだったら、奴らは観覧車が回るということは理解できていないんだね。それだけじゃありません。崖自体もおかしいです。まるで地表が崩れた後に形成されたもの。その向こうがセントフォンテーヌなら、どうしてこの辺の地面が急に割れたんでしょう。急に、この辺の半分が水没してる理由もそれだな。ああ、なんだか謎が増えた気がする。うん、隊長どうしたんですか。考え事です。あそこは私たちがアテンマ城から出た後最初に着地した場所。そうだ、あそこに行けばセントフォンテーヌに戻れる。はい、だから考えているんです。目の前にあるこの観覧車が近道になるんじゃないかと。観覧車が近道。その通り、距離はちょうどいいはずです。もちろん動かすことができればが前提ですが。ナイスアイデア、さすが隊長。早速観覧車を動かせそうなものを探そう。あっ、
これもしかして観覧車の操作台？うわ、完全に交渉の中に封じられてる。下がって壊してみます。壊す対象は交渉だけだよね。安心してください。0019の力を調整しますから。これは隊員、その通信機が何か信号を検出したみたいです。キャロル隊員、どちらの方向ですか？セントフォンテーヌ中心部の方ですか？いえ、これはフォースワンエリアのさらに奥ですね。わかりませんが、すぐに向かいましょう。私の指示に従ってください。了解。落ちないよね、落ちないよ。了解、わかった。扉に見えますね。これ絶対に最初からここにあったものじゃないよ。皆さん、これは ティミド、探知機でスキャンしてみてください。はい。崩壊エネルギー検出結果、中程度の崩壊エネルギーを検出しました。それだけではなく、種類不明のエネルギー反応もあります。報告にあった交渉よりも活発です。その不気味な扉と関係があるのでしょうか？まさかこの扉の奥にいるのか？隊長、私たち瞬間に逃げるなんてダサいわ。
ディミトちゃんはあそこにいる。一緒にいるのはギャロロ隊員。隊長先輩、こっちです。とにかく今は敵を倒すことに集中しましょう。皆さん気をつけてください。敵は他人に期待できます。扉の奥にこれほど広い空間があるとはびっくりしました。ここは一体どういう場所でしょう。とにかくセントフォンテーヌじゃないのは確かだな。先輩、ほんまに先輩な？さっきの怪物やないやろ。ほんまに先輩や。よかった。ごめんごめん。先輩を助けるためにうち戻ってきたんよ。私たちと別れた後、無事にセントフォンテーヌに戻ったということですね。うん。なんでセントフォンテーヌに水没したエリアがあるのに今までずっと気づかんかったんか、うちにもようわからんけど、あの時デカブツに追われたやろ。うちは隊長を背負うてセントフォンテーヌの方に逃げるんが精一杯やった。幸い救援隊はもう到着しててサード駅で会ったんよ。隊長は臨時施設で治療を受け取る。うちが離れる時、外傷はひどいけど大事ないって先生が言うてくれたんや。待ってください。情報交換したい気持ちはわかりますが、ここに長くとどまるのは賢明な選択ではありません。同意だね。ここは悪魔の子が積み木で作ったおもちゃの地獄みたいな場所だし。赤い結晶体もたくさんあります。ここが敵の作った異空間である可能性は否めません。最優先事項は現実に戻る出口を見つけ出すことです。キャロル隊員、あなたはどうやってここに来たんですか。私たちはあなたの識別信号を追って扉のような入り口から入ってきましたが、それに関して実はうちもようわからへん。元の道をたどって別れた場所に戻ろうとしたんやけど、途中わけのわからん力に吸い寄せられたんや。まるで掃除機に吸われたみたいで全然反抗できんかった。目を開けたらもうここにおった。しばらくして彼女が何もないところからこの空間に落ちてきたのが見えたんや。その後のことはみんなも知っとると思うけど、先ほどは本当にありがとうございました。かまへんかまへん。元の道に引き返したのに別の空間に入ってしまった。あなたはどう思いますか。
私もそう考えています。もしこの空間がフォースワンの偽装として使われていたら、しかし空間の連続性に干渉するなんて、一体誰がどうやったら可能になるんですか。隊長、出口を探すんだろ。うん、そうでした。この件はひとまず置いておいて、今はこの異空間の奥へと向かってみましょう。正直に言うと、承知した。戦闘は開発より